数奇の運命を胸に秘めながら、すがすがしく義を貫き通した男の物語である。旦那が出向いてそれだけで済むはずがないでしょう。おい、それじゃ俺がいつも何かしでかすみてえじゃねえか。そう言ってるんですよ。いつでもいいぞ、俺を切って名を上げたいんだろ。男がなぜ俺のところに。それもちゃんと調べておきましたよ。前田殿の助太刀の真相分かったっす。悪党め、悪党でなければ天下は取りますから。それでこそ人暴れする甲斐があるというものです。おだてあげるのも忍びの技かの。先を見極めることこそ忍びの極意と心得ております。やっとわかった。わしが本当に欲しかったものだ。貴様ごときに伊賀人軍の相手が務まるか。そのひよっこに参ったと覆面を取ったのはどこの誰。貴殿も同じ夢を心深くに秘めておられる。お前であれば、ああ、この戦乗ろう。負け戦ですよ。だから面白い。ならばこれより我ら主内に入る。